凝ってますか。あ<ー> <laughs> もう、いや、もう、このまま、いつも雑談ですよ。あ<ー>。肩 <laughs> こり、あります。でも、確かに、運動不足みたいなのが、やっぱ、ありますよね。なんか、こう、ね。どうしても、こう、座りがね、多いから。ねそう。そうなんですよね。なんか、ちょっと、フラット出かけるみたいなことも。 昔に比べて全然なくなったじゃないですか。まあコロナ前に比べるとそう。うん、だから、なんか、なんですかね、その生活がなんか習慣化してくるというか、なんか当たり前になってくると、なんかね、そう、フラット出かけるみたいなのもなくなってっていう感じですよね。うん、そうそうそう。そう,うん。そう。そう。あの、先週、これ見てきたんですよ。 レストランドイツ亭ってお芝居なんですけど、そう、面白かったですよね。えー、そう、すごい、なんかね、あの、テーマ自体はね、あの、ホロコーストの話ですごく重いんですけど、なんか最後、ちょっと希望を持てるような、なんかね、そう、何かを糾弾するわけじゃなく、なんかこう、もうこれと一緒に生きていくしかないみたいな、そういう境地に達してるというか、なかなかね、そう、面白かったんです。のサザンシアター新宿で やってる劇団民芸と手紙んの合同公演みたいな形の作品だったんですけど、そう、すごく面白かった。そう、今日もね、実は、あのー、星を見に行こうと思ってたんですけど、中止になって、やっぱりコロナ、コロナかどうかわかんないですけど、体調不良者が出て、ま、検査してわかるまでは、えっ、ー、と、一旦中止みたいな形で、そう、になってる公演があって、やっぱなんかこう、ね大変ですね。 まあね、わかんないし、うん、ねやっぱ人によってはどう出るかわかんない、ね、そうですねうん、うん、なんともだよねうんなんかこうね多発してますねなんかこう今そうそうなんですよねで中止になると多分ね少なくない額の ね、負債を多分抱えていくことになるんですよね,ねそれがまたねやばいなと思ってうん,うんそうだからなかなか演劇特に小さい団体はなかなか踏み出せないなっていうのがありますよね,ねそうもうそろそろ今年来年とかまたどん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 ねなくなっちゃうというか、うん、うんだろうねそ,ろそ,ろそうそうなんですよね 先が見えないっていうのがやっぱ一番うんなんかそうなんですよね辛いですよねうんうんいつまで続くんだろうっていうねうん。いや本当に。うに大変ですよねうん,うんそうそうだあのコメントではい、はい、高槻清のシーズン2が地上波であるらしいですよ、うんうんうん 放送がなんか決まったらしいですあ、そう、なのそう、コメントが来てて。あ,あのまんまやるのかな取り直すのかなあ、えっ、ー、とね、あの、2話分を、うん、えと放送していく形になるみたいですね。ああ、そういうことか、そういうことか。そう,そうそうそう。ああ、なるほど 2>、うん。2話一挙放送をやっていく形。土曜って言ってたかな、えー、前回の、前のシーズン1の時の枠、土曜の夜、えー、らしいですかね、そう。 だから多分また、あのあのれですね沼に高槻准教授沼にハマっていく人たちが。そう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 。あそ,うそれはちょっとね、そう嬉しいニュースですよね。<ー>なんかね。面白かったもんね、あれもね、うん、面白かった。すごく映像も綺麗だったし、<え>そう。いやー、そう。なんかちょっとそう、そのコメントを見て、うん、少しなんか救われた気になりました。明るい気分になったというか。 うつうつとしてる中で <laughs> 数少ない希望の光ですね。そう。なんかね、そう、そうなんですよね。なんか話は分かるけど、あ日あ今日か、今日か、明日か。はいあ。雪降るらしいじゃんあ、なんからしいですね。また、積もるっていう。うんうん、ね雪大変だよね。いや、大変ですね。いや、あの、雪国の人からしたら多分、笑われるんでしょうけど、<laughs> 10センチってなっちゃうんでしょうけど。ね。 <laughs> 豪雪しちゃいからするでも10センチでなんかこうね、あれですよね、こう社会の交通とか麻痺しちゃいますよね。もうほぼ止まるもんね。関東のあたりはね、そう,そうなんですよね。そう,そういやね、ねそ,そうなんですよねそう、オリンピックもやってるし、いつの間にやら。 いや、あのー、いい、うん、そうそうそうなんかニュースなっすよね、ジャンプとかね。そういや騒ぎになってましたね。そう、うん、いやあれよく二回目飛びましたよね。あれ本当にすごいと思う。あのなんかこうもうなんていうんですかね、国を背負って、うん、飛ぶわけじゃないですか。うん、そのプレッシャーで一回目 <laughs> だってねゼロですってなって。 よく2回目で、あんなジャンプをね、うんうん、<laughs> いや、素晴らしいなと思いますよね。あのメンタルの強さというか、うん、いや、技術の高さというか。うん、うん、そう。いや、そもそも飛びたくないですよね。あの、<laughs> スキー付けで。そう <laughs> あ、まあ、そもそもジャンプっていうやつな。そうそう。<laughs> スキージャンプ、あめっちゃ怖いよな、いや怖,い怖い、怖い。怖いですよ。 信じられないぐらいスピード出るしの多分な、いやー、いうそうでしょうね。知らないけどな。そう,うん、そうそうそう。だってね、ねスキー場、ね普通のスキー行っても、ただ、うん、30度って壁みたいに思えますもんね。<あ>見えるよね。そう、上級者がもう30度ぐらいなんだよね、確かね。でもそう、30度こうね設置してるから、こうやっぱ壁見えるんですよ、こう下をこうやっ <laughs> そう、壮絶怖いですもんね。いるよな。うん、で、100メーター飛ぶってね。うん、信じられないですよね。100メーター飛ぶってすごいよな。いや、すごいですよね。走<あ><あ> <laughs> ったら十何秒だもんな。いやいや、そうですよね。うん、なんか一番最初さ、100メーター走った時の感覚を覚えてる。なんか50メートルでさ、慣れててさ。ああ。 初めてなんか中高かなんかでさ、100メートルだっ,つってさ、100メートル走った時さ、うん、え、まだっすか、うん、ってか。<laughs> ありますよね、そう。ね、<laughs> すごい長い感じしましたもんね。うん、長い感じするね。いやー。え、これをオリンピック選手9秒っすかって思うよね。いや、思いますね。8、9秒10秒っすかって思うよね、うん。いや、とてつもないですよね。ななオリンピック出る人たちっていうのはね。うん、ああ。 いや、すごいないですね<ー>。いや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 、なんかそう、<笑><笑>本当になんかもう日常がうつうつとしてるから。やっぱちょっと希望を見せてもらってますよね <laughs> そうだね。<laughs> いやアスリートも絶対大変ですけどね、なんかこのねのご時世でやるっていうのもね、うん。いや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 。はい。はい、っていう感じですかね。はい、はい。また来週ですかね。はい、はい。お会いしましょう。はい。<laughs> バイバイ。<laughs>